わしは山形愛の武将隊上杉の豪の者水原日立之助近則と申す。はい、拍手ありがとうございました。これより山形愛の武将隊このステージで演舞をご披露いたすんじゃが、演舞の際にご観覧の客人に、ご協力いただきたいことがござる。まず一つ、山形愛の武将隊ここにござるの刀、それから今持っとらんが薙刀や旗など力いっぱい振り回すゆえに、演舞の際は絶対にステージに入ってこないでくだされ。入ってきた場合は分かっとるな。はい、切ります。よろしいかな。分かった人拍手で答えてくだされ。はい、安心いたした。そしての、感染症はまだまだ油断ならぬ世情ゆえに、マスクの着用、それから大声での会話などはお控えくだされ。よろしくお頼み申す。そして、今皆に何度も拍手を求めておるが、武将は拍手が大好きでござる、ゆえに名前を名乗ったら、何かみんなにやーと言ったら拍手をしてくだされ。よいかな。はい、ありがとうさんじゃ、ありがとうさんじゃ。なれば、山形愛の武将隊のこれ、演舞これより開始いたす。皆々、最後までごゆるりとお楽しみくだされ。知り役隊上杉の豪の者水原日立之助近典参る精鋭はぁ、あ、各校もチームを持って打ち上がらん。全ては上杉家の御民名を得かねず。はい、改めてこんにちは。こんにちは。
我らは山形県全域の観光 PR を預かる山形愛の武将隊である。なれば早速本日出陣の者威勢よく名乗りを上げてまいろう。おお、上杉の豪の者水原日立之助近則にござる。ありがとう感謝。そして上杉家筆頭家老の責務を預かる直江山城の神兼継にございます。我は水原殿、こたびの出陣も大いに盛り上げてまいろう。おお、さてこたびの道の駅米沢道の駅秋、うん、本当にたくさんのお客人がお越しくださって、さらにはわしが前説の時に申した断るごとに拍手ください、こんなに拍手もらったの初めてっていうくらい拍手をしていただきました。客人方から誠にありがとうさんじゃ。本当にありがたい、わしびっくりしたんじゃ。わしらが立ちやなぎらと人たちを振るうためにはぁ、パチパチパチはぁパチパチパチはぁパチ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 、ね、どこまで拍手くれるんだろうと思ってクリーンとした、いつもより多めに声を出してしまうた。いやいや、乗せ上手な客人で今日は楽しくやってもらおうか。本当じゃな。そしての旦那、見てください、このテントの中にちびっこのお客人も今日たくさんおるよ。いやなぜこんなにちびっこのお客人が多いのか、学校に行けないからではないんじゃな。今日は祝日、さよう文化の日である。さようにござる。いや嬉しいの、みんな文化の日だが、今日県外からお越しくださったとお客人どれくらいおるかな。おお、結構おるね。文化的じゃん。でも待て思いっきり石巻って書いてあるから、どこから来てるか。今日石巻から何を持ってきてくれた。ホタテを焼いてる。いや楽しみだ。入り口の方で今日ホタテの方焼いてる。石巻のホタテはめちゃくちゃうまいからの。美味しそうじゃね。本当に美味しいんじゃ。わしらの演舞が終わったら、全部見たら、ぜひ石巻のホタテ買いに行って石巻のホタテ文化を味わってみてください。今は簡単に言うとな、席を離れず最後まで見てくださいっていうことじゃね。ほいでほいで、ぜひ楽しんでいただきたい。そして祭りも楽しんでいただきたいんだが、そしての新原殿よ、今日はの文化の日にちなんで、文化のお話をしてまいろうかと思っておる。そもそもじゃ文化の日っていうのは何なんじゃという話なんだけども、これ国民の祝日に関する法律っていうのがちゃんとあるんじゃな、でその法律の第2条にこの文化の日について書かれておって、文化の日とは国民が自由と平和を愛し文化を進める日というふうな趣旨のもとに定められた日と言われておる。もともとは明治天皇のお誕生日の日であったんだけども、戦後じゃな、この日の下では文化の日にいたそうということで、そういった趣旨の日にすると。いや、そうなんじゃけど、今日わしはさ、朝からなんか文化的ではない音聞いたような気がするんだけどね。そうじゃな、だいぶなっとったね。今日お客人方も朝ちょっと不安に思った方たくさんおられるやもしれんな。でのこういうわけじゃ、J アラートというものが鳴っての、警笛が鳴って、で安全な建物に避難してください、地下シェルターに行ってください、なるほどと思うたんじゃけど、見てみ、田んぼしかないんじゃよね。どこに避難していいんじゃろ。おい、地下はないからな。地下乗りが足りるんだけどな。わしはみんなの近くに地下乗りでござる。はい、よろしくお願いします。はい、よく行きました。ただな、いつこういった速報が鳴るかもわからんから、もしその速報が鳴ったら落ち着いてゆっくりと大きな建物の中に避難をして、さよなら。わし一つだけちょっと文化的なこと申すと、おいや文化的な顔しとるよ。そうだな。道の駅っていうのは全国に1000を超える数があるんだな。で道の駅というのは観光の名所、そういった部分が要所、そういった側面が強いんだけども、現代では、避難を案内する場所であったりだとか、防災に関しても非常にその優秀な設備があるからの、こういった今日みたいな日、それから本当に災害があった時、ぜひ道の駅を頼りに利用していただきたいというふうなのがわし思っておると。いや本当にいいこと思う。素晴らしい。ありがとうございます。防災ものをやっぱ今やっぱりその年々増えてきておる災害であったりの、日の元を取り巻く情勢もいろいろ日々変わっておるから、皆もぜひのこのわしらの演舞が終わったと文化的な日だからと思って、その防災に関すること、自分のお住まいの近くに道の駅ないかなとか避難所ないかなというのも調べていただけたら幸いじゃなと思っております。まあ少しの難しい話になるが、たった3つのことじゃ、道の駅というものはステージ1、2、3と進化を遂げておるんだな。1993年に道の駅というものができてから間もなく来年で30年になる。ああそうか、30年か。めでたいことなんじゃが、最初は
トイレやそういった施設があることがまず第一、うん、そしてそこから12年13年ぐらい経ってのまたステージ2に変わっていく。これはの観光案内所の設備があると。そして最後ステージ3というのが、うん、地域の発想、まあ、こういった創造物、伝統や文化、わしらのようなイベントを行ったり、うん、発信拠点であることというものが条件になってきたわけじゃん。この道の駅米沢というものは今から約 4,5 年前だったから、もう2018年だから4年目じゃん。4月の20日にオープンして以来、この会場にて様々な文化発信をしていた。中では米沢の伝統的な踊りであったりとか、うん、花笠であったりとか、猿回しショーであったりとか、いろんなことをやって、そして食文化の交流ということで石巻から氷の美味しいものを届けてくださったり、米沢沖田場伝来の味を届けてくださったりしておる。まあ、これも着実に日々進化しているわけなんじゃな、うん、で今回はその進化の中で、うん、まず米沢の文化の話をちょっとさせていただこうかなと思っておるんじゃ。米沢の文化っていうことは、うん、まずもってこの米沢を治めた戦国武将がおって、うん、その歴史が現代街中の方でも、うん、観光名所としても上杉と名の付くところがたくさんある、うん、ここにもあるかな。いや、あるんじゃよ。上杉の城下町と書かれておる、はい、そして、うん、実は米沢道の駅にも様々あるが、愛というわしの文字が書いてあったり、毘沙門天の美の文字があったり、うん、そして義の一文字があったりということなんじゃな、うん、この義についてちょっと文化の話をしてまいろう。つまり上杉の文化についてか。さよ。じゃあ名方衛先生よろしくお願いいたします。はい、わかった、まあ、いつから名方衛先生だったんだ。あ、拍手よかった、ありがとうございます。そうはな、パッて言っただけで拍手くれるくらいだから。あ、さよう、拍手くれる。ありがとうございます。さ あ、この米沢上杉の城下町であるが、上杉の文化として最も大切にされておったものは義、うん、義理の義という文字じゃな、うん、第一義というものを掲げており、これは謙信公の時代から脈々と受け継がれ、今でも米沢駅を降りればすぐに愛の旗、美の旗、義の旗が皆を出迎えている、うん、ではこの義というものは一体何なのかというものが今日のお題なんじゃな。この義というものはつく言葉なんじゃろう。義がつく言葉、わし今思い浮かんだのは正義とか。あ、正義、あ、わしら武将で言うと大義とか。大義、あ、素晴らしい。あとは何かあるかの。義がつく言葉、忠義。忠義の、いい言葉じゃな。忠義の師、大事な言葉じゃ。ものの国はその義というものなんじゃ。よく対義語、反対ひっくり返した言葉での、うん、悪というものがつけがちじゃ、うん、正義の義に対して悪というものがつけられるんじゃが、実はこれ違うんじゃな。正義は正義、これはまた別の問題なんじゃ。善の反対が悪なんじゃな。つまり正義というのは排他的、わしと水原だ、うん、わしとお客人、お客人同士、この横のつながりの法律的な学びがあって、そこに正しきものがあるものが正義ということになる。人と人とのあれだっていうことか。そうじゃ、うん、それに対して善や悪というのは、うん、まこと主観的な話じゃ、うん、わしが良いと思うてもこのものが悪いと思うこともある、うん、そういったものをみんなひとまとめにして良き行いをせよ。じゃ、なぜこの話をしたかという、ここが今日のミソなんだ、うん、みんな覚えていってほしい。みんな上杉鷹山公は存じておるか。米沢藩中興の人じゃ、うん、もう200億円の借金を返した人じゃな、うん、大恩人。この上杉鷹山公は三花館というところに壁書、壁に書いた字を残しておるんじゃ。その壁書の中には皆が知っての通り、なせばなるという言葉が刻まれておるが、その別な一文にこう書いてあるわけじゃな。正義を尊び、善行を積んで、正しきを探れということを書いてあるんです。まあ現代語訳で言うとの、正義という義の心を代々と受け継いで、それを大切にしなさい、うんうん、そして良い行いを行いなさい、そうすると正しい義が見えてきますよという謙信公からの義の教えがつながれているわけなんじゃ、うんうん、まさにこれが米沢の文化である。文化というものは全てのものの根幹にあるものじゃ、そして積み上げていくもの。今日お客人が我らの演舞を見て、我らの話を聞いて、一つの文化に触れたわけじゃな。するとどうじゃろうか。これから様々な地域、もしかしたら山形市に行く方もおるかもしれんの、うん、宮城に行く方もおるかもしれん、石巻に行く方もおるかもしれん、そういったところでの米沢ってこういうところだったんだって人に話すときに、米沢は牛肉が美味しくて義の町だったよと言ってもらえたらわしも嬉しいなと思うところじゃ じゃな。人に伝えてくれれば良いと思うておる。まあ我らの初代の親方様上杉謙信公は
私利私欲のための戦をしなかったと言われておる。すべて世のため人のための戦をしたというふうに言われておる。その心を受け継いだわしらじゃからの、うん、やはりのこれからのこの難しい世情であるが、わしらも自分たちのためだけに頑張るのではなく、多くの者のため、そして日の本全土を山形から盛り上げられるように頑張っていきたいなと思っております。さじゃな、あ、何か行いをするときは、あ、ありがとうさんじゃ、誰のためにやっているのかなと今一度考えて動いてみるというのを今日の旦那、そんなわしらの思いにぴったりの今観光情報があるんじゃよ。なんじゃ、こちら、おい、奥多摩食の名店スタンプラリーというものなんだな。来た、うん、これは最後、奥多摩館内のいろんな施設に行って、うん、そこでスタンプを集めて、うん、スタンプを集めて応募すると豪華な景品がもらえるよというものなんじゃけども、いつもだとの市町村、例えば米沢だけ、高畑町は高畑町だけとかあるんじゃけども、うん、全員力を合わせると、奥多摩地域全部力を合わせて、全ての対象施設が、地域が全ての地域に対象施設があると、そうやって巡っていろんなところを全部巡ってスタンプを集めてみようではないかという試みでござる。そうなんじゃ、この道の駅もまた対象店舗なんじゃな。ここの道の駅では販売施設としての、対象施設である。ここでお買い物をして、スタンプをもらって、また別の地域に行ってお買い物やお食事をしてスタンプを集めて楽しもう。そうなんじゃ、あのよくの旅をするときにガイドブック片手に参るものもおるかもしれない。今ではアプリもあるしの、じゃがな、こういった今405つの店舗が軒を連ねてるわけなんじゃが、こういった地元の方々が一押しのものをまずは楽しんで、当地の味、そしてお土産話を持ち帰っていただければな、あんな感じで持ち帰っていただければなと思って。素晴らしいじゃないか。もう次の、もうすごいな、なんか、あ、おかえりおかえりおかえり、いいんだよ、いいんだ、おーっと大切な車が、でもの、こうやってちびっ子が走り回れるのも、平和じゃならじゃ。そうだな、その平和みんなで守っていきたいなって、珍しくわし文化的なこと言っちゃったよ。いや、今日はそういった日なのかもしれん。このように感じての山形奥多摩全域じゃな、今日は石巻からも来ておる。さまざまな地域で平和に楽しく、そして美味しいものを美味しかったよと普通に言える時代がますます続くことを願うておる。そういった山形米沢の地で皆々のお越しをお待ちいたしておりまする。なればこれより、先ほど申した通り、皆が笑顔で暮らせる日がいつ久しく長く続くことを願うて、心を一つに勝ち時を挙げてまいる。うん、勝ち時の作法は志村殿は水原じゃ。大丈夫だ、今自分で気づけたのが大したもんじゃ。ちょっとなんか文化が遠のいた感じがした。天気いいからな。さて、気を取り直して勝ち時とまいる。水原殿、はい。お主の近くに近乗りだ。あ、覚えた、はい、ということで気を取り直して勝ち時と参る。心を一つにいたそう。我らの勝ち時は、えい、えいの後に皆で拳を突き上げ、おう、おうと、おう2回で答える。これを3度繰り返すんじゃが、今は、ありがとう、ありがとう、今は油断ならぬ世情ゆえに声は出さずに心の声で、うん、うんと答える。よいか、拍手で答えよう。よし、よしよし。それじゃ、わしの名前を間違えた直江の旦那、張り切って参ろうじゃないか。皆の思いを受け継ぎながら、近くにいる近乗り殿と共に勝ち時を挙げて参りたいと思うており、元気よく参ろう。ならばこれより勝ち時者、おのおの方立ちを召され。おお、さあ会場の方々、拳を召され。力強く参ろう。いざ、えい、えい、おう、おう、えい、えい、おう、おう、えい、えい、おう、おう、どうも、苦しみを食べ、おう、見事な勝ち時だった。さあ、これよりは我ら山形愛の武将隊御前の演舞、最後の演目じゃ。大いに盛り上がってまいろう。おう、さあ、みなみな、手拍子で共に盛り上がってまいろう。張り切ってまいるぞ。初めて名前間違えたの。そうだな、まあ、今日も全曲、お、全部全部い。We'll be right back.
ありがとうございました。ありがとうございました。さあ最後まで聞かせていただいた方、鷲田の演舞をご覧くださり本当にありがとうございました。最後にちょっとだけ PR したいじゃないかな。そうじゃの、我ら山形愛の武将隊、このようにステージの上で演舞を披露するだけではなく、テレビやラジオにも出演しておる。ラジオの方が、FMNCV、83.4MHz 奥多摩湖というやつで、月曜日かな、月曜日じゃ、各週月曜日の8時20時から放送しておる「慶長ではラジオ」という番組がござる。よし、ちょっとバトンタッチするぞ。はい、そういった番組がござる。まあ月曜日の放送者がのさまざまな地域で聞くことができる、サイマル放送を通じて全国各地から聞いてくだされ。そしてわしのテレビ、同じく NCV というケーブルテレビがござって、米沢でいうと Q チャンネル、その Q チャンネルにて拝見ではテレビナスという番組をやっております。全く同じ名前でござるが、こっちの番組の方ではコロナ禍で大変な思いをしており、観光地に愛の武将隊が助太刀に行って、またさらに深い山形、奥多摩の魅力を届けようという試みでやっております。こちらの、月曜日じゃないや、月の初めに、そうじゃ、毎月月の初めに新作が出てくるゆえに、ぜひ見ていただきたいじゃが。そして忘れてはならんのが、この拝見ではテレビ、ついこの間からの、YouTube での配信が始まったの。ありがとうございます。さようでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube で NCV チャンネルというものがござる。そちらから拝見ではテレビを検索していただくと、本編まると30分間、配信しておるゆえに、ぜひそちらも対象地域でないよという方、見逃しちゃったという方、ぜひごチェックください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、喋ったよ、喋ったの。我ら山形愛の武将隊、まもなく退陣のお時間である。これから昼間の間じゃ、みんなで美味しいものをたくさん食べてくれ。石巻観光協会方々、美味しいホタテは待ってるから、待ってますということで、見事他にもの店頭物産も今日は8個ぐらい出ておるからの、いや、いっぱいあるの。道の駅入る前、ぜひ楽しんでください。なれば次回またお会いいたそう。こたびはこれにてごめん。さらばじゃ、さらばじゃ。ありがとうございました。今一度こちらのステージで演舞を披露いたせる。お時間のある方、またお会いいたそう。さらばじゃー、お調子なー。